こんにちはハートマッチ新潟のホームページをご覧いただきありがとうございます。結婚したいと思ってハートマッチ新潟に登録をした人それからどうしようかなって今迷っている人ハートマッチ新潟のホームページには大切なことがたくさんあります。中でも交際・成婚へのご箇条っていうのがあるんですね。これはサポータータさん ハートマッチ新潟の要ともいえる存在ですこのサポーターさんと一緒に考えた5箇条なんです中にはプロフィールについて写真についてそれから最初にお会いしていただくお引き合わせについての気をつけたいこと服装などについて書いてありますこれをまずご覧いただきたいんですが5箇条の最後のところにこんな文章があります お相手の気持ちを大切にする思いやりの心が大切ですそうですよね思いやり大事ですよねこの五箇条のプロフィールを読んだ後まあ思いやり大事だなそれからもう一つ加えたいのはお相手を尊重することですね敬うことですね あの世の中にはすべて同じ人は一人もいませんよね考え方の違いありますその時にお相手の考え方の違いを認められるかどうか尊重できるかどうかこれが大事ですそして会っていただく時には自分のことを知ってほしいな相手のことも知りたいなと思って話をする これが大事なんですよね。思いやりと尊重、敬う心、こんな気持ちでハートマッチ新潟で活動してほしいなと思います。大切なこと、五箇条にありますから読んでくださいね。そしてそれに加えて、昔の常識が今非常識ってありますよね。例えば、ちょっと古い例えなんですけど、 運動部の練習中に昔は水を飲むなんてとんでもないって言われた時がありました。今考えたらとんでもないことですよね。それから結婚式や披露宴にナコードさん、売酌人さん必ずいました。必ずお願いしました。でも今まあ、結婚式自体もちょっと少なくはなってるんですけどナコードさんや 売借人さんをお願いするということもほぼなくなりましたこれも前の常識が変わってきています今日これからは皆さんに自分のことを考えてほしいんです自分だったらどうするかな自分だったらどんな風に思うかなそれを考えながらちょっと私が質問しますので考えてみてくださいねまずは お引き合わせ編ですお引き合わせの場所にお相手がダメージジーンズで登場しましたこの時にあなたはどう思いますか今日その格好ああ価値観合わないかもいやいや似合っているかどうかが大事ですよ似合っていたらおしゃれなんじゃないかな さあどんなふうに思いますかそしてお引き合わせの時には会員証を出してもらいますその会員証をスッと出せる人と「えっとどこに行ったかな会員証会員証」なかなか出ない方がいらっしゃいますごそごそ探してるそれを見た時にあなたはいや何も思わない。 ちょっと整理整頓できない人なのかな分かっていることなのにどうしてそうなるかなどんなふうに思いますかお引き合わせの時はサポーターさんに飲食代金それからサポーターさんへの交通通信費をお支払いしますお釣りのないようにお願いしますねと事前にお伝えしてあります ところがお釣りが必要になってしまったりさて出そうと思ったその財布がレシートや会員証でパンパンになっていてなかなかお金を出すことができないもうルービックキューブかっていうぐらいのお財布になっていたとしますね。その時にあななななたはどう思いいますかかんでさっと出ないかな 封筒に入れてくればいいのに。いや、なんかいいな。ちょっと親近感。いいかなって、おおらかに、おおらかな人なのかもしれないなって好印象を持つ。これもさまざまだと思います。どんなふうに思いますか?。そしてあなたはどうしますか?。会場で、今度は会場によっては飲み物や。そして、ケーキを。 選ぶっていう会場が「ありまますすそのきメニューが運ばれてきますあ、私コーヒーがいいです」でアイコンタクトで「どうします?」で、見るか「あどうぞお先に選んでください」で、進めるか「お先にどうぞ」って言われた時に「いやー先に決めてくれればいいのに時間なんか迷っちゃうんだよな」 っって思って思ししまうかあ嬉しいな先に進めてくれたんだ私に進めてくれたんだって思うかどちらですかそれともパッと見て今アクリル板があったりしますけどこうやって見ながらいやーなんかいっぱいあって迷いますよねどうしますかみんなおいしそうですね迷っちゃいますよねって言いながらじゃあこれにしようかなっていうふうに決めるか。 これも人それぞれです。まあお引き合わせの場所は緊張しています。緊張しない人はいません。緊張するのは真面目に考えているからです。緊張したっていうのは心の声、声に出してもらっていいです。緊張してるんですよねって言ってもらっていいです。正直にその場にいてください。そして今度はケーキが運ばれてきました。これは まず両方に飲み物とケーキが揃ったら「あっ」ってこう目で合図しながらね「じゃあいただきましょうか」運ばれてきてすぐ食べるっていうのはやめてくださいねここはせめて一緒にこの考え方だけはね統一してほしいです一緒に運ばれてきた「じゃあいただきましょう」「今はマスクの中で小声で「いただきます」って言ってからこうマスクを外してね おいしくお召し上がりください。いろいろ話をしていくうちに、今度は仕事のことですとか、家事のことに家事、まあ育児、家事、そうですね、炊事、仕事、洗濯、こんなことに話が及んだとします。仕事はどうしたいですか？続けたいですとか、今の仕事ちょっときつくて、うん、できれば。 一休みしたいと思ってたりもすするんですよっていう話になるかもしれませんし「料理得意ですか?」って聞かれたときに「本当は料理は苦手なのに今料理苦手」って答えるよりは「えっ料理得意ですよ」って言った方が受けがいいかな。料理作りますかって聞かれたときに。 ああ一人暮らしも長かったので一応作りますよって答えた方がいいかな本当は苦手なんだけどなあと思いながら「あ大丈夫ですよ」ってこう答えた方がいいかなこのお引き合わせの場所でもしかしたらこう答えた方が印象がいいかなこう答えた方が評価が上がるかなこう答えた方が きっといいに違いない。に違なだからこう答えようそれは必要ないですお引き合わせの場所は正直でいてください正直に自分の今を伝えてくださいただそこに希望を乗せることはいいと思います料理苦手なんですけどでも今ちょっと凝ってカレーを作ろうと思ってるんですよ 和食に挑戦しているところなんです2マメなんかいいですよねやってみたいと思ってます希望は載せてください今の現状ですからねそれを正直に伝えてください無理をする必要はないですお引き合わせの時というのは私のことを知ってほしいあなたのことももっと知りたいそう思って会話をすることですですから私はこうなんですよ であなたはどうですかって聞いてみてくださいそこから会話が進んでいきます正直に無理をしないで答えていきましょうそしてお二人電話番号を交換して会うことができるようになりましたじゃあ会いましょうどこに行きたいですかって聞かれたとしますあ、水族館いいですねなんか天気もちょっと荒れそうだから屋内がいいですね 今日は晴れそうだから海がいいですとかいや私決められないです決めてくださいって言いますかこれから新潟県内はいろんな花の名所もありますそこに順番に行きませんかって言ってみますかあなたはどんなふうに答えますかそしていつもここがいいですあそこがいいですここに行ってみたいですって答えているうちに ふといつも私が決めているいつもいつも自分が決めているちょっと不満に思ってくるかもしれませんでも相手の方はあなたの希望を叶えたいと思ってどうするどこがいい何が食べたいって聞いてくれてるのかもしれないんですよねいつもいつも私だけと思うその前にちゃんと気持ちを話しましょう 不満が不安になったりしないようにちゃんと気持ちを話しましょう分かってほしい分かりたいそして自分のことを言葉にして伝えるこれが大事ですあなたの心を大事にしてくださいそうすると言葉を使って伝えていく間にああこの人大好きだって思える人に出会いますその日を待ってください その日が来ることを信じて思いやりと尊重する気持ちそして分かってほしい分かりたいそんな気持ちを大事にしてハートマッチ新潟で活動して結婚相手を探してくださいその日が来ることを信じてくださいあなたはどう思いましたか幸運を祈ります良いご縁を見つけてくださいお待ちしています